けど、あれかき氷屋なんかこれやってる、はいはいはい、うん、四角いやつね、うん、それのだからこのこれでっかり来るんだよ。それもう重たく、それを落として自分の足の上に使ってさ、重たくて持てねえだんべん、持てねえよ。だから鍵みたいなのがガチャッとあるんだよ、閉まるの、こういうこういう鍵みたいなのがあるんだよ。で、これを持つと、ここ持つと、ここに勝手にし、ここに持ち上げると絶対閉まるんだよ、食い込める。そのがあるね、よくわかんねえな。爪見てるのが、爪見てるのさ、持つとこうなんだよ、こうやってて、こっちの手の方を持つと、上がこう閉まってる、上がキュッ閉まるんだ、うん、氷を持つときに、うん、だって片手じゃそんなでっけん持ってねえだんで、だって持ってれば全部下ろすんで、だって引っ張ってやる、引っ張るの、持ち上げてなきゃやれねえよ。ああ、で、ノコギリで、ま、ノコギリでこう握って、はいはい、半分ぐらいで、この、ね、こうに切って、この背中でこれぐらい、ちょぼんとやれば、パッパッパッなるんだよ。それ、ノコギリいないから変なんだけど、切ってるのはさ、今なんかみんなの丸のこのでっけえやつでバーッと天然氷切ってるけどさ、昔は、ね、本当に昔穴がない時は、でっけえの木こりの乗り込みに見てる、こうやって顔を縫うまでこれ切ってたんだな。ねえ、ねえ、そんで溶けないように米ぬかがいいんだっけな、米ぬかだって、そうじゃねえ、おかくずだ、おかくず残り引いたから簡単じゃなくて、ここに残り引くと正座やって出るじゃん、うん、あれをこうねくっつけておくと氷に、うん、そうすると溶ける、温度、温力というか、氷が溶けないね。そんで氷はみんなそれで、そんで、ね、へ、朝袋に詰めて、んで持ってくるの、うん。昔の氷は確かに溶けなかったよ。うちなんか、崖、俺が崖の頃、俺ん家から橋だから、200メートルぐらい離れてるよ。はい、でそこで氷をかき氷頼んで、かき氷届けてくんないやつね、配達してたんだ。へえ。今のなんかそんなに溶いてそれも歩きで持ってくるんだから、いや溶けちゃいます、溶けちゃうな、今のかき氷じゃな、今のかき氷あれ空気なんじゃねえかな、ソフトクリームみたいに、キメは細かくねえんだよ、うん、だから秩父の天然氷つうかき氷が1000円ぐらいするんだっつうけど、うんとこむんな、うん、1000円ぐらいって、まあ元々の原価はただだいな、こうかき氷だから、私作るんだよ、だけどちゃんとね、日本は天然氷わかんないけど、天然氷買ってくるの、えで、そのさで魚屋してる時にその氷をいつも使ってたわけなんですか、冷蔵庫でね、そんでこういう氷冷蔵庫の中へ突っ込んどいて、ほんで冷蔵するんですよ、はあ、そうなんかすぐダメになっちゃうなって、なんか俺ちなから井戸があったの、掘り井戸があったから、スイカとか野菜なんかみんなに井戸に掘り込む、で13度ぐらいだから、だからちょうど川のたもとだからこう出てくるんですね、うん、でも昔の人はでもどうやって井戸掘ったんだ、手掘りで掘った、手掘りだよ、手掘り、手っぽし、でも最初はこうでっかく穴がでっかくなきゃだってダメなんだ、だからでっかくでもでかいよ、こんなぐらいの、このぐらいある、今から湯盛るからな、うん、それで石垣氷みんな積んでさ、だって水道がねえんだから、だから日本人は思ったんだけど、石垣もみんな同じような、要は形はバラバラじゃないですか、でも同じぐらいの大きさの大きさ石が石を並んでるじゃないですか、あ
どうやって見つけたんだんべ。枯れて拾ってくるんだよ。枯れて拾うんだよ。枯れて拾ってくるんだよ。そうだ、積み石みんな一個いくらってんだよ、あれだ、集めさせるんだよ。だって、それ、うち作るときに基礎やるんで、今こういうコンクリートとこにこの砂利なんかそういったよね。あれもだから玉石を積んだよ、丸石を。一面に。だからこんなくらいにこう基礎するとこれがずっとこうやってるんで、おっとちゃんのためね、いやこれってこうやって高熱ついて、だから本当しっかりしてる。今だってみんな採石だからちょっとほじるとするするするみんな崩れちゃう。でその玉石っていうのだから、俺んちなんか親父なんか体じゃなくて稼いでたの。うん、で学校から早く行って手伝いこうよ。石ころ拾って出しとけ。どのぐらいの大きさの？いろいろでっかいのでもちっちゃいのも何でも。何でも売れるんだよ。売れるんだよ。こんなでかくて持てんじゃダメだけど。持てねえもんね。うん、へえ。そのぐらいの漬物石ぐらいのとこさ。へえ。で漬物石なんかねえから、それでちょうど平らになって浴衣あるこういう石、漬物にする石を枯れて拾ってくるんだよ。へえ。それが銭になるんだ。銭になるんだって、砂利売って、砂利売ってたんだけど、砂利とかさ。埋めつけるんで、石だったら、砂利だったら、パーラッキーに乗ってきたら、石に乗ってたら、埋め。俺のところが、未だにその流れの石がな。だから石だいたい20キロぐらいあるんだよ。重たくて。持つとこはねえんだからさ、今の子はこうなってて真ん中でこの持つとこがあるから15キロぐらいでも軽いけど、こういうやつ何でもねえとここうやって持つから、うん、持ち出るんだ。カラエキ拾って今なんか拾ってるよ、怒られないな。うちの子は大丈夫だな。白鳥がいるんで、いっぺん見える。あそこは大丈夫だけど、でっけえ石は転がってなかったいな。あるってて、よく見なかったけど。転がってるんかな。でもそれで石取ってて、だってトラックとかねえ時代だったから、どうやって売るんですか。トラックがねえ時代だって、トラックだってあったよ。昭和二十何年だ。へえ。だからいくらもねえよ。ねえんだよ。どこんちにもあるわけじゃないけど。そんないくらはトラックだってあってもおかしい。昭和二十年とかになればもう玉村だって二三台ぐらいトラックがあった。へえ。あの三輪のやつ。うん。ああ。それ持ってって売りに行くわけ。俺んちの石垣はみんな買うのもらったんだよ。集めたんだね。自宅の、うん、川に売りがなくて買い来るんだよ。あ、買い来るんだ。そう。へえ。あの川にあったの全部あのだろう。うちの前の川の石だもんな。そんなに。ここに山にたまにやっとくと。全部石垣。で買い来る。そのトラックに1台いくらとかってなの。あなたにあったあれ。あなたのあそこに石垣があったんだよ。それを工事してくれば。だってこの前話したいって聞いたんが、あの上越線の伏線掘ってる時にこうトンネルの工事してて、でなんかこのぐらいの鉄筋棒が出てくるみたいなんですよ。でその鉄筋棒を持って渋川にまで自転車で売りに行って、帰りにアイス食って蹴ってくるって言ってた。なんかだって新町から自衛隊があって、自衛隊が体で練習するんだよ。空を打つんだけど、要するに大学の薬莢が落っこちる。あ、はい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 。だからそれは自衛隊がみんな拾って持っていけるんだよ、うん、だから撃ってるからどっかに飛んでて見つかんねえがあるんだよ、うん、で学校から帰ってきたり、日曜日なんか練習やってねえからそこを拾いって言うんで、薬莢拾って、うん、で金物屋に売ってたんだよ。へえ。よくやったら、こうやって電線やってるじゃん、ここに。電線やってると、導線じゃん。で、ここにちょんべるじゃん、電気屋さん。
残りの頃20件なんか拾っていかないで拾われてない、でそういうの拾えてさ、クズ集めて、そういうの買い物がいたんだよ。昔は何でもあったんだな。竹の皮は拾って売ったよね。竹の皮。竹の皮？うん。竹の皮売れた。